はい、サビさん、こんにちは。アーキーです。本日は新しくコードを覚えようということで、まあ、何もね、ここを抑えない、開放弦のまま弾く Am7。そして、指に人差し指を使って押さえていく、一つ、Fadd9 と C7。この二つを覚えました。今日覚えるコードは、二つ。また指一本使うんですが、中指と、薬指を使ってね、覚えていきます。ちょっとね、慣れるまではね、届きそうな指というか、ね、慣れるまでは他の指でもいいんですが、後々のことを考えると、ぜひね、中指でね、覚えてほしい、薬指で覚えてほしいね、コードがありますので、ぜひ練習してください。まず、覚えてほしいのが、中指で、この一番上の4弦の2フレットの4弦目。はい、ここを中指で押さえます。はい、これが Am というコードです。前回ね、何も押さえないやつで Am7 というのを覚えましたが、はい、これはその7ね、7って数字がなくなった状態、Am というコードでございます。はい、もう今後ね、弾き語りをしていく中でよく出てくるコードでございます。Am。ぜひぜひ覚えてください。ね、中指でね、下からグイって上げるのでね、弾きにくいかもしれません。人によってはですね、親指でこうやって押さえる方もいます。まあ、ぜひぜひね、好きな方で押さえてほしいなと思うんですが、まあ、ちょっとね、いろいろ、今後難しい、複雑なコードとかね、覚えていくんで、できれば中指で押さえるのを慣れてもらった方がいいのかなと思いますが、はい、まあ、親指でね、弾くっていうのもね、ありではありますので、ぜひぜひ、はい、好きな方向でやってみてください。まあ、できれば中指のね、レッスンでは覚えてほしいなと思います。中指で弾くのが Am7、4弦の2フレット目、2フレットの4弦ですね。はい、Am です。ではでは続いて、次 C というコードを覚えます。もうこれ超基本中の基本でね、覚えてほしいコードなんですが、一番下の1弦。1フレット、2フレット、3フレット目の1弦。はい。ここです。ここ、薬指で押さえてほしいです。やりましたね。ドレミファソラシド。こういった面白いね。最後、エンディングでって感じでやりましたけど。はい。これが C というコードです。これもよく使います。ぜひ、この C と Am 覚えてほしいなと思います。この、ね、手元をね、多くしたね、まあ、アップした動画、この後にね、投稿されますので、ぜひぜひ C、Am 覚えてください。で、次回覚えるコードで、はい、今覚えましたね。何も押さえない。Am7、Fadd9、C7。そして今日覚えた Am と C。はい。今まで指一本ね、一つの指をどこかを押さえることによって弾いてきたコードでございますが、次回 F というコードを覚えます。これは人差し指で Fadd9、中指で Am、ここを押さえたのが F ということです。これはね、また次回もう一度復習して覚えますが、この F というコードを覚えて、前回やったティンサ君の花をね、ちょっと少しバージョンアップしてみたいなと思いますので、ぜひぜひまた次回の動画もよろしくお願いいたします。Am、C、 はい、ぜひこの練習をよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。さようなら。